ャピ嬉しいわ。6人も来ていただいて。ちょっとキャピ何も準備してなくてさ、なんかちょっと適当になっちゃうけど、まあ、準備してないからこそ、まあ、リアルなアンサーが得られるという狙いで、はい。じゃあいきますね。はい。じゃあ一人目、青色になりたいさん。年齢これ読む？番号さんが。いや、せっかくなので読んであげてください。年齢は 0.001 歳から 9.999 歳の方で、性別はアルカリ性です。おお、なか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 。はい、質問。早口言葉してください、日本語で。来ました、これ。これキャピチャレンジしていきやすよ。早口言葉、早口言葉っていろいろあるけど、ちょ、検索してみたところ、いいサイトを見つけたので、そのサイトのに載ってるやつを読んでいきます。はい。1つ目、レベル1、隣の客はよく書き行く客だ。クリア。クリアです。1回でもクリア。クリアです。難易度ちょい高。どれがいいかな。信長殿も信長殿ならねね殿もねね殿じゃ。あ、これ難しいやつ。ちょっと怪しかったね今。イントネーションかな。この竹垣に竹立てた。待って。このいや待って、はい、もう一度いきます。この竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから、立て、待って、もうまたこれ難しいからスキップ。いや、ただ読んだだけですね今。早口でも何でもなかったですね今。この竹一回日本人の方にちょっとやってみていただいてから、キャピがやります。この縦書きに縦ちょミスってます。次はい、硬かったから、肩たたききでした。ちょっと点数つけてもらいますよ。満点は10点です。はい、何点でしょうか。皆さんコメントしてくださいね。いや、コメントするともう悲惨なもう点数になってしまうんじゃないですかこれ。キャピー全部の意見を受け入れますからね。本当ですか。はい、次の方いきます。チャーハンさん、10代の男性です。質問、大人と子供どっちが行きやすいですか。私にとっては子供の方が断然行きやすいと思います。なぜなら何でしょう。なぜ遊び放題じゃない。何も悩まずにちゃんと食ってれば成長していけば、みんないい。何も悩まずにちゃんと食っていけるから。そう、何違うんさ。飯を食って寝てどんどん大きくなっていけばい
ニコじゃん。大きくなってないけど。ふっとでかくなればもういい子だと。で大人になったらいろいろとなんか責任とか出てくるじゃないですか。飯も食わせる側になるかもしれないですね。いつまでもすねかじってはいけないので。まあ大人になりなるにつれすねをかじっていくことも難しくはなってきますね。できなくなります。まあ、最近日本ではですね。うん。あの子童児という子童児？言葉がございまして。どういう意味ですか？子供おじさん。おお。の略。子童児？子童児。子供おじ。そうならないように大人の皆さんは頑張ってますよね。なので大変なんですよ。ただ、これが結構増えてるんですよね。うん。大変です。でずっと引きこもり？まあ、引きこもりかは正直ケースバイケース。実家暮らしの方がまあお金も貯まるし。確かに。まあ、都内の人とかやっぱ結構高いからね。節約できそうですもんね。でもやっぱり独身の方、まあ、限定になってきてしまうのかなっていう。独身？独身。おお。なんか、ね、やっぱ結婚してたら一緒にやっぱ、ね、家庭を築く。イメージが勝手に浮かびますね。なんだかんだ。浮かびますか。うん。でも大人っていつから大人って感じですか。やっぱ責任を取れるようになってくるのが大人なんじゃないですかね。責任って食べ物は食べてるわ。いつまでも子供みたいな生き方してる気がする。あなたはね、だいぶ恵まれてる環境にいますからね。それは、それは否定できない。否定できない。否定できないの訓読み。否めない。否めない。そう。否めない。次の方、ピロさん、9.999 歳以下です。なかなか低年齢層の方たちが。見てくださってるんですかね。性別もアルカリ性って書いてあります。あ、結構やっぱりもう一人最近アルカリ性の方増えてますからね。増えてますよね。なんだかんだ、はい。まあ、酸性よりはいいかな。酸性とアルカリ性両方入れようと思ったけどさすがにマニアックすぎるから。あのさ、リトマス紙でアルカリ性は何色なんだっけ。リトマス紙は青色ですね。青色だわ。中性は赤か青色。酸性は赤。あ、そこで質問してくるのか、団子さん。舐めてますか。中学レベルのどこ中？お前どこ中？質問の方いきますね。どうぞ。受験終わったらどんな動画を作るのかい。なかなかいい質問が聞きましたね。なかなかいい質問ですね。考えさせてください。いや、今考えんの。今はですね、実はYouTube にあげるネタとかいろいろ考えててメモにしてますけど、全くなんだろう、統一性がないっていうか、一つのテーマに巡ってない。まあちょっとテーマが定まっていないとですね。でしかもちょっといつも勉強とかの話してたらみんなつまんないんじゃないかなって思って、それ以外の内容も一
一応考えてはいるんですけど、いまだにちょっとね、思いつきいつも思いつきで動画撮ってます、内容はね。で、受験終わった後はあのリクエストいただいたあのテーマについて動画を撮っていくつもりなんですが、はい、うん、どれくらい時間かかるかは未定です。いつも通りだわこれ、なんか責任感のない発言。まあでもせっかく、そうだね、いや漢方のもしね、ああそうですね、もし受かって道に進むならやっぱ漢方の、うん、その長期とか漢方紹介してほしいけどね、結構。そっか、それはかなりね、合格能力が鍛えられそうですね。確かに、まあ、うん、しかも結構ねやっぱ漢方って結構若い人にはそこまでねまだ馴染みがないと思うんだよね。台湾も同じですね、日本よりはマシだけど、なんかいつも、うん、なんだろうね、お年寄りの方が漢方を取ってる感じがしますね。うん、まあ若い人は正直、まあ、必要ない必要かもしれない。それはどうかな、まだま分かりません。まあ、それはね健康維持はできるんだろうけど、うん、多分ね、そうですね、まあ、やっぱ若い人の体って結構なんだかんだねうまくし、なんか機能してる機能してるね、そうね、うん、あそうですね。でも私は幼い頃から漢方の薬を飲んでるのである程度は効果を感じてますね。へ、うん、咳とかすぐに、すぐに治ります。風邪とかもすぐに治りますし、あでもやっぱりなんかやっぱ漢方って言ったらあの病気にならないために常日頃から、そうですね、予防みたいなもんですだよね。でもやっぱりちゃんと治ることもできると、うん、はい、やっぱ自然の力ですよ。いや、 やっぱね自然のものが体に合いますよ、人間の。それな浅いんだよ、浅い。次いきますわ。はい、次の方、カイザーあゆむさん、年齢は9999歳の仙人です。性別は当てはまるものはない。なるほど、どっちでもない。質問法いきます。キャシーこんばんは、カイザーです。 YouTube 休んでた時にあったびっくりニュースとか面白いニュースあったら聞きたいです。あとは相棒さんの情報も知りたいね。またラジオ動画楽しみに待ってるね。ありがとうございます。ではでは、あの質問の方を答えていきたいと思います。急に聞かれてもまずはね、応援ありがとうございます。いつも応援いただいてます。んで、質問はびっくりしたニュース、最近というとやはりね、やはり2ヶ月くらい前だけど、感染者数が急にとびっきりの数字になった日のニュースでした。台湾国内のってこと？そうです。いつもなら5人以下ですが、その日はなんだっけ108人。1日で急に 5人から100人以上になってしまって、みんな焦ってました。それすごいよね。うん、だって結構ね良かったのに。あれ、それってさ、なんか検査をして、その検査数を増やして発覚したっていうことではなくて、ではあのね、多分あんまり詳しくは分かりませんが、あの台湾ではですね、
喫茶店っていうあの風俗店があって、おじいちゃんたちが通うんですよ、そこに。で そこにはあの外国の方が働いてて、でなんか海外からのなんかウイルスっていうか持ち込まれて国内に、でおじいちゃんたちが通ってたら感染が広まっちゃって、で多分検査してこの人あのかかってるから周りの人も調べたらみんなかかってるみたいな感じになってて、うん、興味があったらニュースで調べてみてください。でそれと面白いニュース、まあで別にこれはあの時事的なもんだ、なんかニュースではなくて別に個人的なものでもいいんでしょ。個人的なものでもいい。いや全く家から出てないからね。なんだ、面白くね。面白くね。あれはあのトイレ。あれは後に撮っておくわ。あれは一本の動画 にしたいのよね。あ、そうなの。ここではちょっとあの前振り。そうですね。まあちょっとトイレにね。トイレに不具合 がありました。で、なかなか面白い事件でしたので、別の動画で話したいと思います。結構複雑です。わかりました。はい。あ、相方さんの情報も知りたいって。そうですね、どっから話しましょうか。キャピーとはアメリカのコミュニティカレッジで会いましたね。初めて会いましたわ。2015です。14からバスで見てます。15でやっと喋った。なるほど、じゃあもう6年ぐらいの付き合いですね。です。まあ情報はですね、そうですね、何歳ですか、個人情報ってこと。25だっけ。25だっけ。25です。もうすぐアラサーですね。なんならもうもう四捨五入。四捨五入。はぁ、ぐでたまのため息だわ。キャピーだって2年後アラサーだよ。なんなん、アラサーで悪いかってなるよね。いや、子供心持ってますから。子供心しかない気がするけど。それな、まあそうですね、私の情報は、まあ、随時多分追加でどんどん暴かれていくと思うので、うん、今後楽しみにしていただければと思います。うんうん、はい。んで次の方、水晶のペンギンさんです。水晶のペンギンさん、はいです。20代の女性です。女性です、嬉しいわ。質問。キャシーさん、はじめまして、こんにちは。水晶なペンギンと申します。以後を見知りおきを、前々からいいんだよ、前々からで。前々からキャシーさんの動画を拝見させていただいて、とてもどれも非常に面白いと思ったと同時に、キャシーさんと実際に友達になりたいとも思いました。嫌われるのを覚悟で伺いますが、どうすればキャシーさんとお友達になれますか。もしよろしければ教えてください。だってついにキャピのところに友達がやってくるのか。実際にお友達になれる方法って、団子さんあります？やべ
ちょっとあの私一応インスタ持っててですね、あのこのチャンネルの概要欄にも載ってると思いますが、あのそのインスタに飛んでいただいて DM してくれれば私は返事します。そこで友達になれる、そこで友達になれると思います。どうです、これっていいのかな、インスタやってないけど。どうすんの、やっぱりこうやって毎回あのお便りいただければ私は見ますので。実際とも友達ってことですよね。 E メールでいいかな、 E メールも公開してますし。そうですね、ちょっと古臭いかな。友達ゴールドファッション、もうなんかリスナーの皆さんとはもう正直お友達のような感じではありますよね。ハマってくれますしね。確かに。でもコロナがね収まればなんかね、オフ会、オフ会ね、でも実際に会える日も来ればいいね。私もそう思います。私も皆さんに会いたいと思います、ね、実際にどんな顔してるのかな、みんな可愛いと思います。みんな可愛い顔してると思います。そう、でもよかったじゃん、友達になりたいって人がいるよ。初めて言われた気がするわこれ。友達になりたいって初めて言われる人生です。まあでも、まあ、なかなか言われる機会はないよ正直生きてて。友達になっていいですかって、だって面と面で向かわないって言わないでしょ。誰に言われても私はいいって言いますよ。だってめったに言われない言葉だもんね。そうですよ、この方も勇気を出してもう嫌われるのを覚悟でおっしゃっていますから。攻めますね、攻めますねと言いますか。すごい下手に来てくださってますよ丁寧に。ごめんなさい。友達に対してですとか使わないんですよね。ああもう、じゃあもうタメ語に、タメ語でお話しするという手もありますよ。んじゃあちょっとあの DM くれよ。くれよ。いやなんかそういう問題じゃないでしょ。DM です。もうなんとかさんとかじゃなくてもうなんとかちゃんでいいんじゃない。ペンギン、ペンギンちゃん、水晶のペンギンちゃん、DM 待ってます。DM 待ってるわ。じゃあ最後の方に行きますわ。最後の方、はい、ショウさん20代アルカリ性、質問、アルカリ性の方多いですね。アルカリ性7割アルカリ性だわ。行きます。日本語力が維持できてるのがすごいです、はい、日本語は普段使うこと、彼氏との会話とかで維持していると思うのですが、英語やドイツ語はどうやって維持してますかという質問です。団子さんと話しているうちに日本語が鍛えられていると思いますが、英語とドイツ語はどうやって維持してますっていうと、英語はですね、あの受験もあの何科目として英語は入ってますので、あの受験科目として勉強しているので、そこで維持できていると思います。でドイツ語の方は全く維持できてません。すぐにあのですね、維持する方法はいくつか知ってますけど、やはりね日本語の方に行っちゃいますね、 YouTube とか。そういうことですか。そういうことです。じゃあドイツ語、じゃあちょっとさ今じゃあちょっとチェックしますよ。ドイツ語やめていただいて、あのどれくらい維持してらっしゃるのか、はい、チェックさせていただきますよ。はい、来い。じゃあ
じゃあ今日何しましたか。 Ich habe heute sehr viel gelernt Biologie. Ich habe heute Biologie gelernt. Okay? Okay? Okay, Dango-san. これで、これでちょっと勘弁していただけますか。まあちょっとやっぱりね、1年、2年、2年くらいやってないですね、ドイツ語全部国語喋れるとか言っちゃってましたけど、言っちゃってましたけど、その動画も消えてますからね。消えてますからね。消えてますから。アカウントされて、また多分ね、あの勉強し直せばすぐに戻ってくるとは思いますが、今はね全然練習もしてないし、いろいろ忘れてると思いますので、あの脳の容量もある程度定められているので、別のものが入ってたらドイツ語がだんだんと消えていくと思います。いいわけですが、受験のね勉強内容がだいぶ入ってきちゃったもんだから、攻めてます。そう、締めてます受験の内容、ね、そうですね。でもさ、その新しい言葉を学んでいくと、なんかそのなんかなんて言うんだろう、どっから学べばいいんだろうとか多分分かってくるでしょ。なんていうの、その言語の勉強の仕方っていうのは結構効率よくなってくるんじゃないの。それはそうですね、その新しい言語を学び始めるとしたら、どこから着手すればいいか、すぐにコツとかつかめそうです。言ってるけどね、やっぱり結構、ドイツ語は結構いいし、するの難しい、むずいですよね。なんか日本語と中国語は結構でも似てるところあるけど、ドイツ語は全く違う系統の言語なので、常に触れていないとすぐにどっか行っちゃいますよね。なるほどね、英語と似てるって言われるけどね、全然っていうか、結構違います。そうなんや。でもじゃあドイツ語が、この中国語、英語、日本語、何も似てない。何も似てないです。でもね、日本語と意外と似てるところありますよ。なんか単語と言うと、あ、そうなの。アルバイトとか、なんて言うの、アーバイトです。そのままです、ね、ドイツ語です。あとガゼルトシャフトとか、社会、経済とか、あとゲシュタルト崩壊ゲシュタルト崩壊です。ゲシュタルト崩壊なんて言うの。ゲシュタルト崩壊は崩壊の方は知らないけどゲシュタルトなんとかじゃない、セシュティアゴンとか分かんないけど、まあでも、言語を学ぶのが好きなんだよね。好きだわ。なんで好きなの。どやれるから人にどやれる違うけど、ですね、やっぱりどやれるのがでかいわ、本当は。どういうか。コミュニティカレッジでさ、韓国語ちょっと習ってたじゃん。習ってたけどね、一瞬で熱が冷めてしまいました。あ、そうなんだ。なんかね、週に1回しかないから、集会学ぶ機会が少なかったので、ずっと日々
日々練習するのが難しかったので、そのそれと同時に日本語も同時にやってたから、なんか片方に偏ってしまいましたね。なるほどね、うん、まあ英語はさ結構小さい頃から多分勉強してると思うんだけど、うん、日本語に関してはさやっぱりここまで上手くなれたのはやっぱ好きだからでしょ。大好きだからです。ずっと YouTube 見ててなんとなくそこから単語とか拾ってたら莫大な量になってしまいましたね。え、もう日本の文化が好きだった。日本の文化ってそもそも好きですよ、うん、もちろん好きだったし今も好きだけど、うん、その熱量が言語の勉強の方にも伝わってます。やっぱモチベにつながりますよね、うん、好きなものは。そうですね、やっぱり好きでないと勉強のモチベーションが出てこない。今痛感してますから、マジでマジで最悪だわ勉強勉強日本語が試験になったらいいのにな、にもう試験科目になればいいのに。まあなんかいつもね、うん、学校にいた時は楽しそうだったもんね。めっちゃ楽しかった、うん、めっちゃ余裕だったし。余裕だわ、ほらとやれるクラスで、ね、うん、クラスでは余裕だったけどみんなと喋るのが恥ずかしかったね、日本人の方と。ずっと質問してましたよね、まあ、私どういう意味ってずっと、ね、かもしれないって何とか言ってました。小学生みたいな感じで、え、雑魚ってどういう意味みたいな。最近はなんか見てんの？日本語のコンテンツ。ASMR ASMR だけど全然日本語喋ってない。日本語あんま関係なくない。関係ないけど日本人のクリエイター。あー、日本語聞いてるわけじゃないですか。日本語聞いてるよ。ライブスタイル系の YouTuber 見てますね。何？ライフスタイル、なんか暮らし方の YouTube、 おしゃれな部屋とか、そう、ここどこけどこで何を買ったか、買ってよ買ったものランキングみたいなよく見てますね。まあ日本語はそういった YouTube の動画とか見て、まあ、常に維持していて、うん、毎日見てます。毎日、うん、毎日英語は勉強、一応まあ勉強してます。あんまね、生物学とか科学よりは全然勉強してないけど、まあ週に1回くらいは見てます。まあ、強いて言うならスピーキングはちょっと、うん、でも妹とめちゃくちゃ英語で喋ります。めっちゃ悪口とか言い合います。悪口だけめっちゃ言い合います。よろしくないですね。よろしくないよね。いやでもそこその練習のおかげで、練習っていうのか、練習のおかげでちゃんとスピーキングの方もちゃんと発音できるように口の何トレーニングできたのかもしれません。適当かよって感じですけど。でドイツ語に関してはまたの機会があれば勉強し直したいです。マジでどうしよう、ドイツ語めっちゃ悲しいわ。こうやって何も喋れなくなって、連絡取ってないので喋る機会が全くなくて、使う機会もないので、それは忘れますよね。しょうがないわ。そうですね。うん。
答えてきましたけど、とても優しい方ばかりで良かったですね。良かったわ、みんな優しくて、私もみんなのように優しい人になりたいです。それはマジでそうなってほしいと思います。生意気なガキなだけだわでは今日はここまで、ご視聴ありがとうございました。またお便りいただければ大変嬉しいでございます。なんて嬉しい。ダメ？ダメじゃないけど。ではでは皆さん、バイバイ。